まずお水。水が先？どのぐらいでも。ちょっと。いや最初。あ、なるほど。入れすぎ。入れて。シェイク。混ざらないんですよ。ちょっと入れて。いいよ、いっぱい入れて、うん、はい、混ぜです。はい、これで混ぜれました。墨汁入れすぎなければ水、お水少量だから、うん、まあ変な話こういうティースプーン1杯 1,2、うん、杯だったら毎日、うん、例えば朝晩飲んでも全然問題ないし、ただあとこれを取るときは、うん、あの繊維なので乾燥した、うん、便秘がちの人はもっと便秘になりやすいので水分も多く、あ、なるほどね。だから例えばこれまあ、変なし 500cc のペットボトルにティースプーン1杯ぐらいに、うん、まあまあペットボトル1本ぐらいの水を飲んだ方がいいですね。うん、変なし便が真っ黒になるし、うん、あとその代わり便の匂い、あの炭って消臭効果があるので、うん、便とか匂いがだいぶ全然違う。あ、そうなんだね。全然の匂いがなくなります。あ、あとから体臭とかも、うん、あと口臭とかもなくなるんじゃないかなと思うんですよ。だってペットの糞が全然違う。匂わない。ああ、そうなんだ。だから室内犬でうちも犬飼ってますけど、うん、おしっことか糞とか、うん、普通匂いがふわって家の中って匂うけど、うん、それがそんなに匂わない。へえ、そういう良さも。じゃあ歯磨きはまさにそれなんだね。歯磨きは汚れ、まあ、口臭ごまかもあるし、うん、汚れを爪が吸着するので、うん、磨いた時すごいなんかさっぱりする。この30g と、だんだんテレビショッピングみたいになってきたよね、はい、30g と 100g が、はいはい、100g の方がちょっとお得だったりするのかな。そうですね、だいぶお得ですね、うん、これお試し用で量が少ないので大体1週間から10日分ですね。こっちが1ヶ月分ぐらいあるので。あ、これ保管はどうしておけばいいの？別に常温普通できれば、あの冷蔵庫の方が、あの炭は体質的に湿気を吸うので、うん、なのでできれば冷蔵庫で保管してもらった方が、うん、湿気がしないから。なるほど。開封しながら、開封の儀をしながら、開封の儀をしながら、混ぜ混ぜの儀を、はい、そこにちっちゃいの、あ、スプーンの、はい、はい、これした方がいい、これした方がいい、じゃじゃん、そうそうそう、はい、君だけのプリンって、セブンイレブンさんになっちゃうね。ちょっと色がさ、どう変わるかはすごい気になるよね。でもこれなら混ぜるならカラメルの部分は混ぜない方がいいよね、上の部分だけど、うん、分かんなくなるね。うち息子が飲んでるからシェイカーに入れて冷蔵庫入れとくと飲むし、うん、あとうどん作る時にうどんに練り込むと、練り込むんだたら、コシはなくなる、柔らかいうどんになるし、うん、あと餅、うん、餅も普通乾燥させて、まあ、うち冷凍とかしとくんだけど、うん、柔らかいんですよ、普通の餅より。入れた方が、入れた方が、で、あと練り栗っていう、まあ、九州のさつまいもと餅を混ぜて作る団子があるんですけど、うん、それって餅が入ってるから一日で固くなるんですよ、うん、その日に食べないと。でも、うん、竹炭パウダーを入れた餅で作ると3日経っても柔らかい。ただこういうロールケーキとかは、うん、入れすぎるとパサパサ感になっちゃうので分量が難しいです、ね、はい、はい、いただきます。どうぞ。
やべ、こんな時間帯にこんなプリン。美味しい、はい、美味しい普通のプリン、はい、そんなにいっちゃいます。いや、あんまり入れる。混ぜます。混ぜちゃいます。混ぜちゃいます。あんまりこのままいかない方がいいんだ。やっぱり混ぜた方がいいってこと。粉が細かいでむせちゃうので、ちょっと混ぜで水分が必要になってくるのか。そうですね。こんなもんでいい。うん、でもなんかちょっとこれ、いや、もはや違う食べ物だったな。混ぜるとね、いや、ちょっとね、やばいよ。ちょっとやばいね。いいよ、いいよ。歯につくんだよね。うん、味は変わってない。なるほど、うん、プリン、あ、うん、普通にプリン、ぜひ。人生初。どうぞ。いただきます。何も変わらないの。あ、本当だ、別になんともない、うん、普通のプリンです。普通のプリンです。まあ全然違和感はない、ね、ないです。うん、なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ味は変わりなし、なし、うん、検証。じゃあちょっと次ヨーグルトを検証。ヨーグルト。じゃじゃんしないといけない。え、じゃじゃんしないといけない。開封の儀を。意味がわからない。いいですかね。いいですよ。え、これ虫が入る前に食べていい。どうぞ。これはちょっと全部混ぜたいから、ちょっと、お、入れたから結構きたね。こきましたね。でもプリンより絵は綺麗。これなんか確かに白、なんだろう、ごま。そうですね、黒ごまプリンみたいな。そうだね、綺麗に混ぜると。綺麗に、ま、これちょっと黒ごまプリンじゃないもん。ヨーグルトは綺麗に綺麗に混ざるので。うん。食べてごらん。まだ食べさせる。私に。お腹空いてるやろ。もうこれ夜ご、あのお昼ご飯いらないじゃん。いただきます。どうぞ。どうぞ。食べくる、食べやすいか。でも本当食べやすそうだね、それ普通のヨーグルト。うん、普通、全然普通。おいしい、おいしい。結構あんだけ入れたけど粉っぽくはない。確かに、うん、全然ほらちゃんと綺麗に混ざってます。さすが先生、絵が綺麗に撮れます でしょうか。相当 YouTube 見てるな。見てない、見てない。大丈夫大丈夫大丈夫。いいよいいよ。いい。これ本当なんか普通の黒ごまみたいな感じで、うんうん、私は最初に子供にこのパウダーを食べさせたのキャラ弁なんですよ。ノリがあるってこと？そうです。あの黒仮面ライダーとか黒が多いじゃないですか、うん、で、あとまあ戦隊とか、まあ、にしてもなんかキャラクターにしても縁取りに使うんですよ。で、今簡単にできるのがあのお薬とかのオブラートを使ってそこに私は筆で墨を溶かしたやつを絵を描くんです。先生すごいですね。透明、あのまず絵を下へ、あ、まあ、絵を好きな絵を準備して、うん、その下にその上に透明の下敷きを置いて、でその上にあのオブラートを乗っけて、でそこでこれを水に溶いて、であの細い筆でその下にある絵をこう縁取っていくんですよ、うん、変な話10分もあればできます。できないできないできない。そのままじゃ美味しくないのでお弁当は、うん、だからそれをチーズに乗っけて、それのあのその下にハムで、一番下に海苔30、40層にして、でなおかつ上のこれが乾いたら粉っぽくなるのでもう一回オブラートを乗っけて、チーズ乗っけるからこうしっとりになるので、それをタッパに入れて前日に冷蔵庫に冷やす。だからあの素人が一番こう混ぜやすいの、こうやってほらちょっ
すと混ざらないじゃないですか、うん、でもヨーグルトは誰がしても混ざりやすいので。本当だ、ヨーグルトとこういうシェーカーはおすすめですね、うんうん、誰でも。この辺はあんまり向かないってこと？あの上に粉が乗ったら粉が舞うのとむせちゃうので、だから、まあ、シュークリームはこれ済んだら真ん中切って、カスタードに入れたい。そうです、そう食べる。これ取れるかな。ちょっと待って、クリーム下に移したい。あ、移しすぎ。どうしよう。先生、結構いるね。そうそう、バニラビーンズっぽくない？このぐらいかな。うん、蓋しちゃう。パッカーン。そしたら食べやすいな。で、かぶり。うん。食べ役やから。かぶり、うん、めっちゃお腹いっぱい。絶対これもうお昼食べれないじゃん。いきます。どう、もっと入れてもいい。もっと入れる。おおおおお、私どんだけ今日竹炭パフ出さないんだ。もうお通じが、あ、入れすぎた、ごめん。全然粉っぽくない。ない、大丈夫。もう大惨事。もう食べる芸人みたいになってるけど。ここもうすごい。うん、お一口で食べた。いったいった。うん、でもこれぐらいでも平気なんだね。全然平気ね。汚れますけど。熱帯より熱い方が溶けやすい。やっぱそうか。ホットコーヒーにして最初に下に引いとくぐらいで。そうです。ただ粉が、まあ、コップの大きさにもよる。あ、僕結構これぐらいで飲んじゃう。マグカップぐらいで。でもできれば最初ちょっとお湯で溶いて、さっき下みたいに溶いて、ある程度混ざらないとそこに溜まったりとかする可能性があるので、うん、で飲んだ後に、あ、そこにいっぱい溜まってる。あとこれずっと置いとくと沈殿しちゃうので。ああ、そうかそうかそうか。でもぶっちゃけさ、インスタントコーヒー入れるときにちょっと入れてもいいぐらいだよね。そうですね、ね、大丈夫かって、ね、上からポッてビーって。あまり入れすぎなければそのまんまでいいと思います。そう、どうせ溶かすからさ。そうですね。色があれかな、先入れていい。あ、ちょっと入れて。入れすぎ。いや、いいよ。でもコップで混ぜるときどうするの？割れないか。あ、ちっちや。そうやね、飲めるかな。猫にした。ちょっとこれ混ぜよ。え、なんか味少ないの？ならないと思う。これ濃ゆく入れてきてるから。もう飲んでいい？うん。ええよ。はい、いただきます。うん、コーヒー。そうだよね、きっとね。コーヒー、さすがに炭酸は良くなさそうだね。炭酸は多分混ざらないと思いますね。泡がこう出ちゃうから、う、ね、粉が上に浮いてしまって。そうだよね、うん、混ぜると炭酸。お疲れ様でした。嬉しい。いや、もう100点だな。100点じゃない。ちょっと待って、私のお腹も100点まで。うん。じゃじゃん。